ただいま帰ってきました。ずれてますね。こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。メガネちゃう前ね。今日は珍しく朝から動いててまあまあ疲れてるのでお肌を癒しながら、そう明日はマジいつぶりってぐらいのデートがあるので結構本当に久しぶりでちょっとワクワクしてるので、特別な日の前夜のナイトスキンケアルーティンやっていこうと思います。皆さんも一緒に動画見ながら寝る準備しましょう。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿の間でお過ごしください。着替えました。それでは早速クレンジングからやっていこうと思うんですけど、ナイトスキンケアルーティン久しぶり。もう超ニキビ体質だった私がさ、もうここ2年ぐらいニキビを見てないんですよ。っていうのも本当に2年前にスキンケアを趣味にする美肌宣言をしてからめちゃくちゃ日々、自分で言うのもあれなんですけど頑張った方だと思う。よくね、美容医療やってますかって聞かれるんですけど、今年から年に1回とかね、ミルクピーリング結構優しめのピーリングやったりしたりしてますが、あと医療脱毛、他はもう一切何もやってない。てかもうホームケアが一番大事っていうのをここ 1,2 年ですごい学んだ。ということでクレンジングねやっていこうと思うんですが、いつもはね洗面所でするんですけど、今日まあまあ寒くって冬かなって思うぐらい肌も乾燥でね、ちょっとほてりが感じられるので、クレンジングスチーム当てながらやっていきます。もうねスキンケア動画とかよく出てくるんですけど、もうこれかれこれ1年半2年かな、いろんなスチーマー使ったんですけども、今これが一番好きで相棒として使ってます。クリアスキンナノスチーマーってやつ。ちょっと今回はスキンケア動画なんで、もう思う存分語らせてもらいます。本当に2年前とかまでは毎日肌が痛くって、その乾燥だったりニキビとかほてりとか、皮膚がねもうとっても薄いのでそれが悩みだったんですけど、結構スチーマーを使い始めてからもう世界がガラッと変わりました。ガラッと変わったってぐらい、もうここどこってぐらい化粧のりも良くなるし乾燥しにくくなったので、スチーマー持ってない方はマジでおすすめ。というわけでね早速落としながら語ろうかなと思うんですが、まず大事なのが、結構こだわりがあって私このね、まあスチーマーってこうやって水入れる場所があるんですよ。後ろとかね、まあとかいろんなとこにあるんですけど、まあこれは後ろについてます。こんな感じで、でこの中に普通の水じゃなくって私はもう精製水を入れるようにしてます。絶対精製水、いつもねアマゾンとかでどでか精製水を頼んで場所取りますが置いて使ってます。クレンジングはシュエムラのアルティムエイトスブリムビューティークレンジングでございます。はい、こちらはですね、まあ、3本かな4本ぐらいリピしてるぐらい、もうここ最近直近は一番これがメインとして使ってるクレンジングです。もうこれ素晴らしいです。とにかく大容量っていうのが魅力なんですけど、私今までオイルって突っ張るから使ってこなかったんですけど、乾燥肌の私でも突っ張りにくく結構ね頑固な化粧とかも落としてくれるので、これ1本常備しておけばもうどうにかなるっていうぐらい使える優れものです。もう大きいのがいいよね。しかもさ、たまに限定でデザインとか変わるの、それが超可愛い。もう1個私ペコちゃんが家にある。これこんな感じでいろんなモードがね書いてあって、初心者でも分かりやすいんですけど、このクレンジングって書いてあるところ化粧落とすので、ここを押していきます。よいしょ、ちょっとブーって音が鳴るんですけど、これスチーマーの音です。クレンジングモードは3分ぐらいで、このスチーマーを当てながら化粧を落とすと、まあ、どうなるかっていうと、毛穴に詰まったメイクとか古い角質とかも優しくオフできるので、まあちょっとね毛穴の詰まり気になってるなって時だったり、まあ週に1回2回のお肌のお掃除として、まあクレンジング時にこういうスチーマーを当ててあげると毛穴の詰まりもね改善されたりするのでおすすめです。見て、オイルなんでほんと少量でもしっかりと化粧が落ちる。あったかいんだよねこれが。クレンジングってパパッと終わらせがちなんですけど、たまにはね丁寧にゆっくり温めながら落とすとね、かなり肌変わってくると思う。で、肌荒れだったり肌がなんか綺麗に見えないなって、3本終わっちゃった。肌が綺麗にあんまり見えない時っていろんな原因があると思うんですけど、結構私洗顔とクレンジングを変えたことによってすごい変わったの。自分の肌に合ったクレンジングを使うことと、あと季節によって乾燥しやすい時とかはミルクのクレンジングにしたり、で部分ごとにリムバ使ったりしてもねしっかり落ちるので、肌がね弱いなって感じる方とかはミルクのねクレンジングとか使うとすごい肌に優しいのでおすすめです。でも私は普通にこのシュウエムラのオイルで
十分落ちるし、肌がね不調になったことはない。カラコン外そう。ゆっくりね時間をかけてこすらず落としていくとしっかりと汚れも取れるので、たまにはね時間をかけて落としましょう。ということで、ちょっとすごいテカテカなんですけど、今からお風呂に行って洗顔とかも終わらせていきたいと思います。行ってきます。お風呂から帰ってきました。ちょっと早めにお風呂入れるとめっちゃ得した気分ならん。冬のお風呂上がりの乾燥めちゃくちゃ怖いので、先にスチーマーつけときます。クレンジングの時もスチーマーしたんですけど、スキンケア時もスチーマーします。むしろ一番使ってるのはスキンケア時かな。でこれもね、あのいくつかコースがあるんですけど、私が好きなのが潤いってやつですね。もうほんと乾燥してる時にこれすると肌がねポカポカするので、冬とかすっごいおすすめ。お風呂上がりは化粧水ミストとかをパパッとかけたり、とにかく1秒でも乾燥させないっていうのを心がけてて、顔見えるかな。でそう、最近ねあのハマってる洗顔があって、センカのパーフェクトファイプにドハマりしてます。これね、まあ、洗顔フォームでもう泡立ちもすごい満足するアイテムなんですけど、いつも私2000円3000円とかの洗顔使ってたんですけど、プチプラでいいものにね出会えて、これはもうこれほぼなくなっちゃってるんですけど、4個目ぐらいかな、リピートしてて、最近こっち毛穴気になってる時用に買ったホワイトクレイってやつがすごい良かったの。泡立ちもねこれも大満足なんですけど、こんな感じでちょっとねクレイだから黒っぽいグレーっぽい色味をしてて、まあそれこそ毛穴がね気になってるなって時とかに使うようにしてます。週に結構使っとるかも、4回とか使ってるけど、肌にそんなに負担がないクレイ洗顔なのでおすすめです。で最近洗顔ネットにもこだわっとって、このねなんだっけ、ロージーローザーかな、薬局で買えるんですけど、めちゃくちゃ大きいサイズの泡立てネットに変えてからめちゃくちゃ洗顔が楽になったし、少量でもねすごいもっこもこの泡になるのでコスパもいいんですよ。だからちょっとねあの泡立て器探してる方これ超おすすめ。で今こんな感じでスチーム当ててるんですけど、私が今やってるこの潤いモードっていうのが14分間あって、オンレインモードって言って5分間温かいのが出て、2分間冷たい、まあ、ミストが出てきてっていうのをこれ2回するので、この冷たいミストまだ出てきてないんですけど、今温かいやつが出てきてるので、ちょっと肌がねほぐれる感じ触ってもわかるし、これをねつけた時って肌がなんかねふわーんってなるんですよ。これめっちゃ感じると思う、やったことある人は。でこの時点でスキンケアしていいんですけど、私は結構あのこの時に髪を乾かしたり、なんか TikTok 見たり歯磨きしたりとか、いろいろなんか作業やってますね。まあ14分もあるので後半でねあのスキンケアやり始めたりもするんですけど、ちょっと今日はね気温が低いのでしっかりと保湿していこうと思います。気持ちいい。でそう、最近あのジア様とジニ様とのコラボ動画載せたと思うんですけど、あの中でジア様が首のケアはすごい頑張ってるって、同い年で頑張ってるって言ってるのを見てすごい私刺激受けたんですよ。で家帰って動画をさ編集してると、ジア様の首と私の首でもう10歳ぐらい歳が違って見えるの。本当にジアちゃんの首ってもう本当にパーンって張ってて白くってピチピチしてるんですけど、私首さ見て年齢感じるの25なのに。本当に猫背っていうのもあったし、とにかく首のシワっていうのは本当治らないので、もうスチーマーした時にこうやって保湿して伸ばしたりマッサージもするようにしてます。ってスキンケアやろう。超珍しくですね、寒暖バリアエッセンスを切らしてます。基本的にスキンケアの一番最初は寒暖バリアエッセンスを使うんですけど、今日ねあの撮影するから買いに行こうと思ったけど忘れた。寒暖バリアエッセンスはもう何年か分かんないけど永遠にリピートし続けてないといけない私の、なんだろうな、結構あのスキンケア食に例えるの好きなんですけど、寒暖バリアエッセンスは水ぐらいない。うわ来た、これですね。これが冷たいミストなんですけど、おー気持ちいい。これ2分間ありますからね、結構時間が来るので、首とかもしっかりと保湿してあげて。声届いてるかな。声かき消されちゃいますね。はい、あったかいのと別にレーミストっていうのがあるんですけど、これはですね潤いをしっかりと閉じ込めてくれるっていう効果がありまして、この冷たいミストを浴びるとですね肌を冷やしてキュッと引き締めてくれる効果があるんですね。で潤いを閉じ込めてくれるので、きめ細やかな肌に導いてくれます。めちゃくちゃ冷たいってわけでもないので、冬とかでもね全然できますし、夏
とかもこの冷たいモードを多めにすると日焼けした後の肌の鎮静というか冷やすっていうのもできるので、このナノスチーマーほんと年中ね、あの肌に寄り添ってくれる感じがして手放せないですね。お喋れんかった。見て、産毛に水滴がめっちゃついてる。もうデコルテとか見えると思うんですけど、もうすごいこれぐらい見てわかるぐらいツヤっとするぐらいしっかりと保湿されて肌にね潤いを与えてくれるので、特別な日の前夜やる理由の一つも、まあやっぱり乾燥対策っていうのもあるんですが、翌日の化粧のりをより良くさせるためっていうのもあります。あとこれするだけでも結構顔のなんか突っ張り感とかも軽減されるので、まあ夜とか寝る時もね過ごしててすごい顔周りがほぐれる感覚というか柔らかくなるので、ストレスもフリーになりますね。世の中たくさんねスチーマーがある中でも、なんで私がこのナノスチーマーが好きかというと、この出てきてる白い子たちいるじゃないですか。これが毛穴よりも小さいナノサイズのスチーマーなので、肌のね角質層までぐんぐん浸透してくれるんですよ。それでね肌の潤いを保ってくれるっていうのもあるし、使い比べてみて個人的にやっぱこういうモードがたくさんあった方がモチベにもなるし、本当に肌質だったり気温によって使い分けができるすごい優秀なアイテムなので、なんかスキンケアのモチベーションにもなるし、しかも短くって3分のモードからあるので、長くてねロングモードもあるので30分以上とかもあるので、なんか日によってなんか15分しないといけないとかそういう罪悪感がないっていうのも私的に使いやすいポイントかなとも思います。というわけでスチーマー終わりました。スキンケア何もしてない状態なんですけど、なんかすごい肌が柔らかくなった感じがする。化粧水塗っていこうと思うんですけど、もう最近はこのオルビスユのエッセンスローションにドハマりしちゃってます。何本目かな、わかんないけど結構リピートしてる。テクスチャーはねトロッとしてるんですけど、トロパシャ化粧水って言ってとろみがあるんだけども軽めのつけ心地なので、あの冬夏乾燥肌さんどちらもあのストレスなく使えるんじゃないかなと思います。こんな感じ見ていきましょう。猫アレルギーとかね、ハウスダストとかアレルギーがあるので、手でねスキンケアやっちゃうとアレルギー反応で腫れたりもするので、基本的にコットン使うようにしてます。結構ねトロッとした化粧水乾燥肌的にはめちゃくちゃ大好きなんですけど、ものによってはちょっとジェルっぽいものになってしまうとファンデーションした時に消しカスみたいなもろもろが出てしまったりするので、結構トロッとした化粧水は避けてたんですけど、このオルビスは全然そういうもろもろが出るような成分は入ってないですし、ジェル感が全くない、本当に化粧水だけどトロッとしてる化粧水です。全体に塗ったらすぐ次美容液に移るのではなく、ちょっと時間置きます。まだ浸透してないなんていうのが、まあだいたい指で触ったり肌感でわかるんですけど、まあちょっとまだ肌を弾くような撥水滴っていうのがちょっとでもちっちゃいものでも見当たったらまだ待ちですね。で待ってる間にこの N オーガニックのプレナムリンクルダイレクトエッセンス塗っていきます。これね、あのシワ改善とかにおすすめの、あのピンポイントであのほうれい線だとか目元のねケア保湿ができるアイテムで、テクスチャーはですねこんな感じで、あのなんて言うんだろう、美容液なんですけどクリームほど硬くない液体なので、今のほうれい線に塗る、これをね目の周りとか気になるところに塗っておくと目の周りハリ感が出て、結構ねシワとかシミって乾燥からもできたりするので、しっかりと目の周りのケアっていうのはするようにしてます。これはね特別な日の前夜は絶対するんですけど、結構毎日使ってますね。あとかなりね保湿力が高いので、乾燥する時とかも乾燥しやすい部分とかに点を置きして塗ってあげると、次の日の朝までしっかりと肌を潤ってくれる感じもするのでおすすめです。次はキールズの RTN リニューイングセラム使っていきます。これ出すとこんな感じで、色がね黄色っぽいお薬っぽい色なんですけど、伸ばすとまあ柔らかめの軟膏みたいな感じですかね。これもすっごい保湿力高くって、結構レチノールって聞くと敏感肌どうなのって思う方もいると思うんですが、私は比較的使いやすかった。で敏感肌さんとかはこれはまあ結構日数置いて使って様子見た方がいいと思うんですけど、結構私は毎日
使えるところまで来てます。これもねリピートしてるアイテムなんですけど、薄く肌に伸ばすような感じで塗るとね本当に翌朝の肌が全然違うの。レチノールって攻めのスキンケアって言われてるんですけど、これ攻めながら守ることもできる敏感肌でも使いやすいレチノール美容液なんで、イニスフリーのねレチノール四角クリームも使うんですけど、まあ、高いのでね特別な日にこのリニューイングセラムは使うようにしてます。でもまあ首もしっかり塗っとこう。もうこの時点でねめちゃくちゃ裸もっちりしてます。で美容液塗った後もちょっと時間を置きます。このねキールズのレチノールクリーム使うようになって、私肌のキメのね細かさすごい褒められるようになったんですよ。この間あのオルビスのなんか肌診断体験に行ったんですけど、そこでねあのキメが結構細かいタイプなのでスキンケアを本当に強化させたらめちゃくちゃ肌綺麗になるみたいな言われたんですよ。伸びしろがあるって言われたんですね。伸びしろがあるってめっちゃ嬉しくないですか。だからめちゃくちゃ肌を綺麗にしたら私とんでもない肌になるみたいなんで、ちょっとそんな肌が見てみたいと思って美容液をね使い分けたりするんですけど、このレチノール使い始めてからすごい褒められる。でそうだ大事なことなんですけど、あのレチノールは今日使ったんですけど1週間にだいたい美容液3本ぐらい使い分けてて、まあ、レチノールとビタミン C と保湿、この3つの美容液を使い分けてます。で基本的にレチノール美容液担当はヒールズで、ビタミン C 担当はコス RX かオバジで、保湿担当は CNP かエスティローダーの美容液を使ってます。これをねいつもあのお財布と相談しながら安い方にするか高い方にするかとか考えながらリピートしています。基本的にレチノールはねもうこのキールズから変えることはなさそうですねってぐらいとってもお気に入りです。というわけでクリーム次やっていこうと思います。最後蓋ですね、乳液やっていきましょう。これも長いこと使ってるんですけど、エリクシールのブライトニングエマルジョン WT2 でございます。乳液ですね。エリクシールもね肌質によっていろんなものがあるんですけど、これはね美白タイプですのしっとりタイプかな。今んとこ乳液はずっとこれを継続でリピートしてます。とろみはこんな感じ。もう一段階上にねしっとりとしたやつもあるんですけど、私は今のとここれで十分かなって感じがする。塗るとこんな感じです。乳液なんですけど本当に水膜が張ったような重たさは一体って言っちゃった。重たさ一切ないタイプの乳液。綺麗ですよね。そう、これ本当に伸ばした時にね、肌がすごい綺麗に見えるので、ツヤが出るので。っていう理由でもやっぱモチベ上げのためにも使ってるし、スイスイ伸びてくれるのがいいですね。敏感乾燥肌なので、クリームとか結構濃厚すぎる、こってりしすぎるものを塗ると、ちょっとね、あの、伸びが悪い、スルスルと伸びないというか、突っかかったりするのがちょっと嫌だなって思っちゃうタイプなので、こういうもうスルスルスルっとね伸びてくれるような水みたいな、なんかね牛乳っぽいですね、ミルクっぽい感じのテクスチャーなのでストレスなく続けやすいし伸びがいいのでね、あの大量に使わなくてもいいっていうのもコスパがいい点でおすすめです。エリクシールはもう長いこと使ってますね。基本的に私が使っている基礎のスキンケアはオルビスかディープログラムかエリクシールです。でそう結構ね視聴者さんにね結構動画とかでもいろんなスキンケア紹介するからさ、もうあれ使ってないんですかとか、あれ紹介してたけど本当は良くなかったんですかっていう質問がまあまあ来るんですよ。いやもう本当に良くないものは紹介しないので、スキンケアってあの私的に料理と同じと思ってて、化粧水とマフタの乳液クリームはまあ白米と味噌汁みたいな本当になくてはならないものじゃないですか。でまああの化粧水でもね、まあ、白米だけじゃなくちょっとこだわりたい健康的にいきたいなって時とかは玄米にしたりするじゃないですか。まあ雑穀米とかね、まあそんな感じでスキンケアも私は変えてます。で味噌汁もさ赤味噌に変えたりもするし、たまにはねまあ卵スープでもいいんじゃないとか思う日もあるじゃないですか。まあそんな感じで私は変えてます。だからあのスキンケアが嫌いになったとかそういうわけではないし、スキンケアはね結構冒険してるので浮気しががちっていうのもありますね。という感じで一旦終わりです。スキンケア終わりで今するんって感じなんですけど、リファから出てるねこの目元専用の美顔器があるんですけど、これヘッドがね温かくなるのでめっちゃ気持ちいいんですよ。でちょっと振動が来るので目の周りのマッサージに超おすすめ。
ここ半年ぐらいかな、結構動画のすっぴんの時とかコメントで肌綺麗になったとか透明感とか褒めていただくことも増えてきまして、スキンケアを趣味にしてよかったなってめちゃくちゃ思いました。また料理に例えちゃうんですけど、まあスキンケアもめちゃくちゃ高いもの使えばいいってわけじゃないなって思った。なんかさ、高級食材使えば美味しくなるってわけでもないじゃないですか。しっかりとその料理と向き合って、どれだけ仕込みに時間かけるかとかさ、どんだけじっくり煮込むかとか、料理をさ美味しくさせるために向き合うことって大事だなって思いました。私もね、スキンケアめんどくさってなる時あるんですけど、化粧したままは絶対に寝ないし、この2年間化粧したまま寝たことないです。1時間寝ちゃったとかあるけど、もう朝なっちゃったとかない。ほんとどんなに疲れててもホームケアだけは怠らないようにしてます。多分この25歳、20代半ばあたりから結構スキンケアやってるやってないで30代40代大きく変わってくるんじゃないかなと思うので、見えないけどね、先のことなんて。だけど絶対に今頑張ってて損はしないと思うので、スキンケアは楽しんでいこうと思います。というわけで終わったんやけどちょっと好きすぎて紹介させてください。カネボウのクリームインナイト夜用クリームマスクですね。塗ろうかな。これね、スキンケアの一番最後に、まあ、使うんですけど、これをね使うと朝肌がねすごい、なんて言うんだろう、ふっくら潤ってるんですよ。出来たてのパンみたいな。なんかめちゃくちゃ保湿してさ、起きて朝なんか肌ツヤってしてるけど、それテカリやんみたいな時あると思うんですけど、テカリじゃない、美しいツヤが生み出されるカネボウ、最近ハマってます。もうカネボウ超ハマっとる。こんな感じの白いタイプのクリームなんですけど、もうこれ塗って寝たら次の日のね化粧のりはマジで問題ないというか、間違いないというか、塗るとこんな感じです。クリームなんですけど、割とスルッと伸びて浸透してくれるので使いやすいですよ。私はちょっと気分的に明日は絶対化粧のりよくしたいので、頬の真ん中にでも塗っときましょうか。で、結構油が出やすい T ゾーンとかは避けて、乾燥しやすい頬周り、結構私この口の横とかめっちゃ乾燥するっちゃけど、このところとかもしっかりと塗ってあげると、起きたらこれ塗った前日の私に感謝するはず。もちもち、本当に肌荒れしなくなってストレスがねめちゃくちゃ減ったんですよ。あと肌ってやっぱりちゃんと頑張ればね結果が見えるので、これからもね自分の肌を知りながらどんどん美肌になりたいなと思います。というわけで、年に1回やるかやらないかぐらい激レアなナイトスキンケアルーティンやったんですけど、いかがでしたでしょうか。で、今回一番最初でね大活躍してくれたこちらのナノスチーマーなんですけど、肌をね柔らかくしてくれて、しっかりと引き締めるっていう効果をこのスチーマーさえあればできるので、ぜひ気になった方は調べてみてください。私がガチマジリアルで毎日のように1年以上使っているリアル相棒なんですけど、コラボ一緒にしましょうということで今回案件だったんですが、なんかね見た目もねコロッとしててすごい可愛いし、意外とサイズもね使いやすいので、初心者さんとかもめちゃくちゃおすすめです。本当に普段から使ってるような、ないといけないような親友相棒的な存在なので、コラボ以来来た時はね飛び跳ねましたね。で、今回超お得なキャンペーンやってるので紹介させていただきたいなと思うんですけれども、この YouTube の動画の公開日から1ヶ月間、期間限定で商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催するそうです。ちょっとびっくりしちゃった。メーカー直販サイト価格税込み49,500円のところ、期間限定で税込み19,800円で購入できますだって。めっちゃ安いやん。びっくりしちゃった。めっちゃ安いやん。半額どころじゃなくない？というわけで概要欄に詳しい詳細 URL 貼っ付けておこうと思うので、ぜひぜひ気になった方は調べてみてください。これは本当にお得な時に、絶対に生きてる中でスチーマーっていうのはいつか欲しいなって思う時が来ると思うので、ぜひ皆さんもお得にね、これを機にゲットしてみてはいかがでしょうか。マジで本当に使ってるやつなんで、紹介するものは全ていいんですけど、ぜひスチーマーね探してるなんて方いましたらチェックしてみてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.